中日ファンの騎士、中日が弱すぎるため最近は観戦せず将棋に集中。藤井聡太竜王への挑戦権を得る。中日ドラゴンズのファンで昔は試合を見ることもあったが、最近はストレスが溜まるので、中継は見ていませんわら。結果だけはチェックしていますけどねとユーモアを交えながら語る。中日の試合イコールユーモア。柳が勝ってる広島に勝ち越してるってテンション上がってるから今日は見るかもしれない。真の中日ファンは勝つのは偶然、負けて当然せやから勝ちの瞬間の喜びがすごいんや。試合見てれば笑えるところあるけど結果だけの方が辛いんでは。中日アンチになったらストレスたまらなくていいぞ。中日に勝ちを求める時点でアンチやろ。20の中日ファンって強い記憶ほぼないやろ。なんでポジってんだよ。立浪より賢そうやし監督してもらえば。こいつ勝率えぐいからな。中日とは真逆や。応援するとストレスが溜まるチーム。中日ファンでもストレス溜まるんやな。弱すぎるのに観客数はすごいから楽しんでるのかと思ってたわ。こいつ中日新聞の勝利者インタビューで監督よりフロント変えた方がいいって言ったからな。幼少期に中日見ると勝率良くなるんよな。伊藤匠七段のジョークは笑える。立浪の言動は笑えない。藤井聡太監督、伊藤匠ヘッドコーチ、これで10勝は増える。試合見てないけど結果だけチェックってワイみたいになっとるやん。よかった、ユーモアやし本当は中日の試合見てもストレスなんかたまらないんやね。中日ドラゴンズは負けることで伊藤匠七段を応援しています。ワイ広島ファン、中日ドラを笑えない。中日出ればシーズン25勝ぐらいするんちゃう。最近こそストレスたまらんのにな。藤井聡太爆笑しながら中日見てるぞ。余裕が足らんのやね。チュニドラは満たされてる貴族の娯楽やから。カリステ最高やってテンション上がっとるんかな。